はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、本日はですね、はい、ショップタイタンというゲームをやりたいと思います、はい、とりあえずこのゲームはどういうゲームかというと、はい、自分で武器とか装備をクラフトするのね、うん、はいはいはい、でクラフトした武器を、うん、あの店にこう並べて、うん、でお客さんが来て、うん、それを買ってもらうっていう。なるほどね。まあやはりケソポテトで、はい、店長はこんな感じのなんだいいグラフィックになりました。はい、新しい勝利者、はい、マットってよと。私は長老のオーウェン。オーウェン、はい、ここが私のお店になる土地みたいですね。あ、めちゃめちゃ雲の差張ってら。まあいいでしょう。埃のタップして、はい、埃を払う。埃払いめっちゃ綺麗だったね。はい、店長のカウンターあらゆる店で一番重要なもの。なるほど、はい、ということでカウンターができました。うわ、すげえ、これなんだ。これラックですね。はい、ここに作った武器とかを、これ畑かけるだけ。おーおーおー、はい、もう、うわ、ピカピカピカアイテムラック、ね、ここにもう武器をこう並べると、はい、なるほど、あの作った商品を並べてね、はい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 、はい、お、鍛冶屋の目に止まったらしい。本当か、はい、すごいねどっから聞きつけたんだろうね今ああここに払ったけど払ったけどあ、すごい、もう歓迎してくれてるよ。おー、はい、お、あ、スクワイヤー、そうですね、はい、こうやって設計図を手に入れて、でクラフトして、でこう持ってる設計図からこう武器をクラフトして、ね、でできたらこう押していくとシャキン、すごい今これもう回りながらね、そう並んだわけですよ。あ、はい、鉄用の入れ物が、はい、叩き、もうとりあえず叩いて、スーピカー、はいはい、これはあれですね、素材ですね。おっと、あ、この人が新キャラ、いつ出てきたんだろうね突然来たね。はい、ということでこの人は鉄を持ってきてくれる人みたいですね。あ、鎧が作れるようになりましたと。今の人どこ行ったの、わかんない、どこにいるのかわからないどっから話しかけてきてるのかわからないけど、はい、あれ、あ、え、あ、保管庫に入れたぜ。あ、そうなの、縦置きラックに合わないみたいだったからな。マネキンならうまくはいかず、はい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 、あ、デザインして、あら、マネキンを作んなきゃいけないんだ。はい、あ、で、え、これでもう、あー、なるほど、スルスルできるね。はい、あんたの最初のお客さんだ、きっとさっきクラフトした剣を買いに来たんだな。急、はい、すごい聞きつけてきた ね早いね、まだ店の看板も出してねえのに。ナイトレベル2、おー、売れたありがとうございます。あー、まあこんな感じで ねいっぱいクラフトして、はいはい、もういっぱい売っていきたいと思いますよ。なるほど、はい、ということでハネムーンさん、あの、どういうことですかこれ何結構 やってきました私。これ何、さっきの、さっきのお店です。これあの私ちょっと一人でやってたんですけど、うん、まず紹介してよろしいですか、私の、あの、うん、お店を、いいけど、はい、はい、こちらですね、はい、まずこのテーブルがめちゃめちゃ揃ってるやん。そう、テーブルが2つありますね、はい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 、このテーブルってのはだいたい弓とか短剣とか盾を作った時に並ばされるやつですね。いや、ちょっとこう位置とか調整したりとかね、俺はもうこういう風にさせていただきました。ははははは。でこれがあの縦置きラックですね。あの、あね、斧とか、そう、剣とか、あの、鈍器とか。めちゃめちゃ発展したな、急に。そうなんですよ。はい、で、これ2つ作らせていただいて。で、これマネキンですね。あ、でこれマネキンの帽子、はい、頭には帽子とか兜がつきまして、で、こう下の段には靴とか、この手につけるリストバンドみたいなやつが、あと体にはあのローブとかメイルが、並べられます。なるほどね、はい、でここはのお茶みたいなやつ、これはもうポーションとか、あ、ポーション、ね、お茶とか、はいはい、お茶もあります。これ今これ並んでるのは温かいお茶です、はい、ポーションにしろよ。ポーションはね、温かいお茶を何個か作って、うん、やっと設計図が解放されるから、今一生懸命俺は今温かいお茶を作ってるのなるほどね、はい、でこれカウンター、これ招き猫なんて置いちゃって、あ、この招き猫ね、あれね、今ゴールデンウィークキャンペーンがやってて、あ、そういうことね、4月のね、はい、27から5月の5日までだったらキャンペーンでもらえるみたいなんで、はい、まあ、今ダウンロードすればまだもらえるっていう感じらしいですね、はい、でこのゲーム犬か猫が買えるんですね、はいはいはい、で私猫を選んだんですね、はい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 、ハネムーンさんも犬か猫だって言ったらどっちですか。まあ猫にしとくか。猫でしょ、はい、ちなみに名前何にする、あなただったら。名前猫、うん、猫、いやいや、もっと可愛い名前がいいじゃん。黒もっと自分を実際に飼うなら、実際に飼うならなん、タマ、え、お前の家で飼ってる猫スモモちゃんじゃん。 あそう、うん、俺スモモって名前にしてた。なんでだよお前が喜ぶかなと思ってだよスモモにしといたんだよ。だから俺スモモちゃんね、なんでやねん。スモモちゃんがあの、はい、この
あのハウスからね、はい、こううろうろしてくれんの、はい、でうろうろして、はい、あのねお客さんがかわいいかわいいっつって撫でてくれるとエネルギーがたまるんだけど、俺なんかお客さんに触られるの嫌だったから柵をしたのね。そのためのね。そう、そしたら誰も触ってくんなくなったから隔離されちゃってなんでだよ。誰も触ってくれなくてエネルギーが増えないっていう、ちょっとこれ後であのこの柵解除しとかなきゃいけないなっていうところなんですけど、ね、で左倉庫みたいになってんじゃん。そう、ここまあ、 あの猫ちゃんの部屋と倉庫兼、そう倉庫兼猫ちゃんの部屋ですよ。あのね、これが革、これが木材、はい、これがさっきの鉄な、はいはいはい、でこれがあの薬草系で、これがインベントリーですね、はいはいはい、だからインベントリーの中にはほらあの余ったいろんなね、そうまだ、ね、そうあの店に展示できないものが、展示できないものがあるの、展示だから今いっぱいだからさ、だから例えばここの弓のやつが売れたらインベントリーから、はい、まあ、探検なり弓なりっていうのがこう、ね、商品に陳列されるようになるっていう感じですね。客めっちゃ来てんじゃないの。客めっちゃ来てるよ、うん、じゃあまずどんな風に販売していくか、いや気になるわ、教えてあげますよ、はい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 、まずこう店内に客が来るんだよ、うん、で、はいはい、うろうろした後に、うん、でもううろうろしきった、ね、そううろうろしきった、うろうろしきって早く買わせてくれってなってる状態ですね。まあ確かにね、はいはいはい、でこれでもう売ってあげるわけですよ。でもうここでもう注目してほしいのは、はいはい、左上のエネルギー、今87ってなってますね。はい、あの雷みたいな、ね、そう雷みたいなやつ、はい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 、このエネルギーこれ大事でして、よく見せてください、はい、例えば、まあ、今売ってくれっつってる人は、はい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 、あーなるほどなるほど、こういう感じね、温かいお茶とかね、なるほどね、はい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 、だからあのね310円とか安いじゃないですか。いやいやふざけんなって、安いものは逆に割引してあげるの、はいはい、どういうこと割引してあげると、はい、あのエネルギーが今プラス15ってなってますね。エネルギーが溜まるんですよ、はい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 、で155円だった、うん、でエネルギーも溜まった、うん、じゃあ売ってあげましょう、はい、でこれ155円で420円も安いわけですよ。安いんだ、だから、はいはい、もう安いものはバンバン割引してあげる、はい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 、でこれでエネルギーを食べる、これ割引してあげれば15溜まるから、まあまあまあとりあえずお見せしましょう、はい、割引、はいはいはい、でも210円で売っちゃう、はいはいはい、でまあこれは一旦置いといて、うん、これですよ、スケールアーマーが欲しいと、うん、2400円で買いますよ、はいはい、バカ野郎追加料金だと、あで、ね、ここで満を持して追加料金ボーン倍で、ね、これを売りつけると、でも安いものはもうとにかく安く、あの安く売ってあげて割引してあげて、はい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 、で高いものを買おうとしてる時にそう倍にして売ってあげるという感じです。でたまにこれね、あ売ってくるの、なるほどね、うん、でまあこういう基本購入した方がいい、あの安く買えるから、はいはいはい、でこれ買ったものはもちろんあの陳列されるわけですよ。なるほどね、うん、はい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 、おなんだなんだで、たまにはなんかあのほこり取りをしてくれる人がいるんですよ。プラス105してくれるね、うん、なんかありがたいですね。これギルドメンバーらしいんですけど、 いつの間にか入ってきて、俺がギルド一人で作ってたらいつの間にか入ってきて一生懸命うちの店をきれいにしてくれるんですよ。だってもう今マックスだったよ、うん、よくわかんないですけどね、はい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 、でたまになんかクエストみたいなの来るのよ、こうやって、あおラインホールド、一般人に紛れて歩くのもいいものだと、これを見上げようと思う、好きな値段を言ってくれと、あ5倍お得で、盗賊の手袋が欲しいと、たまにこうやってあの並んでないものも欲しいみたいなことを言ってくる時があるから、その時はクラフトしてあげればいいと、で俺はたまたま持ってたからこれ販売してあげると、これは持ってるので販売、ね、はい、これはうまいですね、ははははこれは特別なお客さんですよ、はい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 、ちょっとお金多く払ってくれるお客さんですね、はい、あもうこんなの割引してあげますよ、あ割引はしないよ、割引はしないわ、待ってな、あどうしよう、割引しちゃっ ゃった、いいや販売してろ、はい、ほらあったかいお茶じゃあ倍で取ろう、イエーイっていうどこで倍を使うかだよね。なるほどね、うん、さあなんかイベントも来てる、こんにちは、精が出ますね、はい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 、どうかグリマール師匠がまた杖を起こしてて、新しいもの作ってませんか、できれば数本頑丈に、ああ7本作れみたいなこと言ってますねじゃあ作りましょうか、すごいね、彫刻された杖これですね、おいけんのかい、今作れますよ、あのいろいろ今私作れるのって、ほら武器もそうね、いっぱいあるね、グラディウスとかあのカットラスとかで斧もあって、はい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 、で今欲しいのは杖つってるから、うん、あ杖、じゃあ彫刻された杖を作りますよと、はい、で今上に石と木と皮と葉っぱがありますね、うん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 、でこれが今マックスな状態ですね、うん、でこれが時間によってどんどん増えていくと、はい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 、で今マックスなんで、まあ、もうちょっと作っちゃいましょうか、1234566本作っちゃいましょう、
はい、でそうするとこうやってクラフトしてるわけですよ、この下の方で一生懸命してるしてるしてる。でレアな武器とかちょっと高く売れる武器は、まあ、時間が長くかかるけど、まあこれは安い、ね、いいやつなんで、はい、はい、まあ、いう感じでこうやって、はい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 、でこうやっていっぱい作っていくとなんか新しい、そう、次のが出てきたりとかいう感じで、はいはい、まあこれ今6個を、なんかあと作ってるうちにそういいのができるんだ、本当はね、上質だ、そう、上質なやつができたりとか、でまあこいつ7本欲しいって言ってるんで、上質なやつ売りたくないから、じゃあもう2本作りましょうね、はい、なるほどね。でこの間にもこうやってもう売ってって、もう売ってって、もういいよいいじゃん、わーっと普通に売ってる、普通に売ってる、うるさい、いけいけ、買え買え、持ってけ泥棒っていう感じでね作らせていただいて、そうですね、で、あの、はい、いろんな武器とか防具作ってるんですけど、うん、あの石、木、皮、葉っぱ、はい、これ以外にほら今下の方見てください、キノコとか松ぼっくりとか、これがあのちょっとレアな素材でして、うん、普通では手に入らないんですよ。でこういうのはどうやって手に入れるかっていうと、うん、冒険に出ます。ほう、はい、とりあえずじゃあこれいっちゃいましょう、はい、販売して、おー、よかったね、つぼしだ。で、はい、このリリューコインっていうのがたまると、そのキャラクターが仲間になったりとかいろいろあるんだけど、まあちょっと時間もったいないんで適当にここら辺で、作っておいてね、はいはいはい、はいはいはい、こう常にこう店にね、物をね置いとくのがいいですよね、はい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 、じゃあちょっといっぱい来てるけどいいの、いいんだよ、待たしとけ、いいんだよこいつら、でも町に行きましょうかはい、さあこれが町でございますね、はいはいはい、いっぱいあるね、まあ、いっぱいあるんですけど、例えばこの市役所のに投資するとお客さんが増えたりだとか、あー、なるほどね、例えば、はいはい、このオークみたいなやつに行くと、あの木材の生産量が上がったりだとか、なるほど、ね、だからお金に余裕があったらこう投資してあげるといいですね、はい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 、増えていくわけ、はい、ではやっぱりあの先ほどのレアなアイテムを取るためにはなんですけど、はい、まずクエストに行きます、はい、おー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 、でまあこんな感じで、そうそう、いろいろあるね、うん、これオリジン今最強メンバーなんだけど、ちょっとご紹介しましょうか、うん、はい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 、名前なんだと思う、そんな急に言われてもなね、ハネムーンとハネムーンの父とハネムーンの祖父がなんでだよ、最初ハネムーンを作ったんですけど、お父さんの方が強くなっちゃってだからお父さんの方が強いですね今ね、そうね、お父さん強いね、はい、お父さん強いですよ。でここら辺のキャラクターたちを冒険に出していくんですけど、彼らの装備、これも作ってあげたやつからいくんですよ、うん、これ今ハネムーンあの女性だったんですよ、よく見たらね、これね本当じゃねえか申し訳ないですけどね、あ、こんな感じで 今作った装備を売ってもいいんだけど、こうやって装備させてあげて、ヒーロー以外にチャンピオンっていうのがいて、はい、もう最初から名前が決まってるやつがいて、でそれはやっぱ強いんですよ、はい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 、だからあのこれと協力して、あとこう自分のヒーローと合わせて、なるほど、ね、こうクエストを攻略するといいですね、はい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 、じゃあ今日はせっかくなんでボス行きましょうか、なるほど、じゃあね、この父も強いから父持ってきたいから、そうだな、父とハネムーンとそのこの真ん中の勇者でいこうかじゃあどんなボスと戦うかさあボス戦でございます。あちゃー、お、全体攻撃をしてくると、え、結構強くね、いやもう、あ、結構強いね、うん、あ、でもまあまあいけるでしょう、なんとかいけそうじゃない、ハネムーン弱くね、ハネムーンの父、そのダメージハネムーンの父、剣で150でしょ、そうだね、ダガで136でしょ、コンボ78いける、あ、父、父が死ぬ頑張れ父、ハネムーン頑張れ、おし、いいぞ、ハネムーン強いね、父の武器、何、父の武器ね、ちょっと弱いかもしんない、父の武器もうちょっと強くしてあげた方がいいかもしんない、そうね、その鬼の棒みたいな武器で、一番レアリティの低い武器なんですよ、あ、父、父大丈夫か父、あ、いや、いけるぞ、お、なっ、クリティカル、やる、いや、こうやって、そうですね、こうやってこう、いっぱいレアなアイテムがもらえたと、はい、これで作れるその装備の幅が増えましたよと、ハネムーンもレベルが上がってな、うん、新しいスキルもできて、はい、女の子ですけどね、はい、アルゴンもレベルが上がりましたよといいですねと、で、はい、あのもらった戦利品はこう宝箱としてあの出ますんで、鍵があれば開けることができますよと、はい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 、さっきもらいましたね、そうですね、でじゃあ鍵を早速開けてみて、なんかフェニックスの羽みたいな、これも大事な素材です、素材、素材、結構入るね、あ、この素材、ね、素材、素材、これ、あ、これは研究の巻物、そうですね、あの新しい武器を開発するために必要なアイテムです ね、まあ、こうやって特殊なレア素材も集まったんで、まあ、早速店に戻って、はいはい、でもこう今やっといたやつもこう準備完了で、こう並べるなり倉庫にしまうなりして、でこうやってあの作るのに、はいはい、あのほらキノコとか、うんうん、特殊なエルフウッドとか必要な、ね、これがないと作れないものもこうやって作れるようになると、なるほどね、はい、でこうやって冒険に出してはレアな素材やっとって、はいはい、
あの新しくクラフトして、そうそう、でこれは買っとこう、うん、クラフト、あそうか、これ欲しいっつってんのか、俺持ってねえんだよ、だから別の買いなって提案することもできるのね。あーこっちにしなよ、こっちにしなよっつって、でしかもこれ高いから追加料金売らせていただいてね、それで納得すんな、そう納得する、結構優しい寛容だからこの人たち。でね、あとねこういうクエストとかもあるんだよ。だからクエストボード行って、まあ、例えばライトアーマーをクラフトするだとか、こういうのをあの一応つけといた状態で、ライトアーマーをこうあのクラフトしてあげるとあのポイント貯まってって、どれだっけ、ライトスキルアーマーっつったっけ、わかんない、ライトアーマーってお前は言ってたけどライトアーマーここにない、ライトアーマーないね、俺もしかしたら持ってないアイテムのクエストを受けてしまったのかもしれないな。ちょっとやめとこうか。あ、ギャンベゾンね、ギャンベゾンね、ギャンベゾン、ね、ギャンベゾンはできひんの、ギャンベゾンもないの俺、あったギャンベゾン、ギャンベゾン川ですね、川の素材、ギャンベゾン7っつったかな、あ9か、ちょっと大変だけどな、うん、だからまあでもただ作ってるよりこうやってクエストをやりながらやってった方がアイテムももらえるし、もうこう割引してあげる、君も55円で売ってあげる、販売はまあじゃあ買ってあげる、ウッドアクスさん割引してあげる、割引してあげる、いいね、割引してたまっていくね、追い風の意味ちょっと高いから、じゃあ君倍ね、倍ね、はい、なんで倍で納得していくんだ。はい、ということで、まあ、こんな感じのゲームでございます。はい、こちらですね、はい、アップストア、Google Play ストア、Steam 等でダウンロードできますので、まあ、ぜひとも皆さんあの概要欄の URL からあのクリックしていただいて、はい、あのぜひとも遊んでみてください。はい、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。